どうもみなさん、こんにちは、ピクトです。というわけで、明日で続きやっていきましょう。というわけで、もう最終回が近いんじゃないですか。というわけで、早速ね、僕は南の森に行きたいと思います。最初ね、ワープというか、ワープだね。答えは簡単じゃった。お、なんか言ってる。タイムパラドックスを起こさぬような歴史の改変で、結果的にアスタルテを救えればいいのじゃ。そなたはエクスカリバーを用いてアスタルテを倒した。これは紛れもない事実じゃ。そなたはエクスカリバーを用いてアスタルテを倒したのではない。え？どういうこと？倒したのではないっていうこと？エクスカリバーに取り付けた風魔石で封印したということになるのじゃ。そなたが知らぬうちにな。この過程が正しいかどうかは元の時代に帰ってみなければわからんが。というわけで戻ってきたよ。懐かしいな。そういえば最初こんなところだったんだよな。謎の森の遺跡。そんな名前だったっけ？ここだよね、確か。ここでいいんだよね。あれ？こっちじゃないか。こっち側に行くのか。最初あそこから出てきたよね。と思ったけど、あ、そうか。もっと先か。ここもなんか祭壇あったし。祭壇があって、あ、あそこだ、あそこ。あそこの遺跡に行けば、なんかイベントが起こるんじゃないかな。なんかいる。なんか亡霊湧いてますやん。なんか亡霊みたいな湧いてたんだけど、何事？ここか。ふふ、そなた、覚えておるか？めっちゃ覚えてるよ、普通に。ここからすべては始まったのじゃったな。もうすぐ、すべてが終わる。さあ、元の時代に帰るぞよ。元の時代に帰れるの？っていうか、まず。なんか魔力がどうたらこうたらとか最初言ってなかったっけ？あ、なんだよ、帰れんのかよ。全然帰れんじゃん。お、謎の空間。旅人よ、そなたは間違えている。何？え、何や、何？何の会話？何の会話これ？お、謎の場所来た。来たー。そして、うわ、めっちゃある。あ、金のリンゴあんじゃん。食ってこうぜ。金のリンゴ食いまくろうぜ、最後だから。お、え、何これ？え、何？何これ？村人。助けてください。作物は実らず、貯蓄も尽きてしまったんです。どうか。何これ？え？どういうこと？っていうか、ミカいねえし。あ、これ押せばいいのか。はい。助ける。あ、助けるボタン。助けるって書いてある、ここに。助ける。ありがとうございます。これで生きていける。どういうこと？ちょ、もう一回助けよう。あ、2回、3回無理か。なんであの村だけ？この村もあの村とと同じぐらい生きていくのが苦しいというのに。うわ、なんか出てきた。あ、死んだ。え、ま、助けよう、助けよう。助けよう、助けよう。助けらんない。なんで？あ、パン落ちてる。くれ。お前らの食料はもらった。村人 B。え、何これ？あ、開いた。そしてなんか、え、これパンもらえんじゃね？ラッキー。2個。いらな。2個か。あ、またなんか違うの。異端者だ。その魔女を殺せ。お前の家族はみんな地獄へ送ってやった。あ、これなんか見たことあるような気がするんだけど。お願いです。助けてください。このままじゃ私、助けるボタン。お、開いた。お父さん、お母さん、よくも、許さない。家族の仇だ。死ね。お前は人殺しの罪を犯した。処刑する。ありがとう、助けてくれて。復讐の機会を与えてくれて。ありがとう。あ、死んだ。このなんか劇場みたいな何なのこれ。この劇場みたいな何なの、またなんかやってるよ。これ何？オラオラ、食料と金を出せ。さもなくば死ね。この頃、族による略奪が横行し、住民が何人も殺されています。とりあえずパン食わせてくれ。どうか私たちに、族を取り締まる力をください。助ける。ありがとうございます。族ども、覚悟しろ。お、兵士来た。住民の皆さん、族は退治しました。安心です。私たちの中から新たな族が出ないよう、ルールを作りました。ルールを守らない人、疑わしい人には死んでもらいます。あなた、ルールを破りそうですね。死んでください。結局じゃん。結局ダメじゃん、なんか。あなたもさようなら。あなたは私たちに不満がありそうですね。さようなら。わ、全員死にそう、これ。全員死にそうなんだけど、これ。ありがとう。あなたのくれた力のおかげで私は素晴らしい世界を作ることができた。お、アスタルテ。アスタルテだ。アスタルテじゃん。はじめまして、旅人ダン。最後の最後で噛んだ。私の名前はアスタルテ。次元の狭間をさまよっていたあなたをここに導いた。天使よ。お、なんかいる。え、カルドベルか、これは。アーサーがいる。旅人よ。いや、その面影、
君を火山要塞で最初に見た時からずっと考えていた。霊体として長い時を過ごす中で私は忘れてしまっていた。だがようやく思い出した。君は遠い昔、私が任命した騎士だったな、ピクト。一つ問いたい。君は自分が今やろうとしていることが間違った方向へ進んでいないと確信できるか？先ほどの部屋で君が助けた者たちは君が望んだ結末にたどり着けたか？君が何かを施したところでそれが君の望んだ結果にたどり着くとは限らない。君はアスタルテを救う過程でたくさんの人に迷惑をかけ、たくさんの人の希望を奪っていくとしても君の信念を貫けるか？私にも祖国の人々を守りたいという信念がある。アスタルテの復活は危険だった。それは間違っていなかった。そしてアスタルテや君たちがまた間違えるという保証はどこにもない。君が元の時代に帰る道は私の魂をもって閉ざした。え、これまだ未来じゃないってことか。君がそれでもアスタルテを救うことを望むのならば、戦うのか。これもしかしてこのアーサーを倒していけ。あ、ここまだ未来じゃなかったのか。未来、待って、エクスカリバー、待って、こいつエクスカリバー持ってやがる。何それ、何その豪華な炎な感じ、何それ、そんな強いことできんの。ちょっと待って、プロテクトがないと死んじゃうな。プロテクト重要だよ結構この対決。炎出すぎじゃない、つうかこいつ飛んでけお前。我が剣技見切れるか。剣技を使う前にまず近づ、無理、それ無理です。あ、座ってる、あ、埋まってる、やったぜ。あ、埋まってないから、全然埋まってないから。くそ、雷の雨を我に味方する。何、サンダーも使うのかこいつ。こいつ、うわー、待って、めっちゃサンダー振ってる、強すぎ。ワロタチートなんだけどチート級の強さを持ってる。そういえば金のリンゴ持ってるの忘れてた。金のリンゴを持ってるの忘れてた。燃えろお前、お前燃えちまえ、お前なんか燃えちまえ。いけ、ご両せ、金のリンゴの力でご両せ。金の力ってなんだ、いけ。ダメージ全然食らわなくなった。なんでエクスカリバーやばい気がするぞ。炎うるせえ、炎めっちゃ音鳴ってる。いけ、どんどん燃やせ。よし、ノックバックついてる、この斧、この金の斧、めっちゃノックバックついてる。オッケー、剣技見切れるか。ちょっともう剣技強いんだって、それ強いんだって。ちょっとワープしてくるでしょ。ジャンプしながらうまいこと避けれねえな。よいしょ、よし、やっと倒した。そうか、私は負けたのか。もう剣2つ壊れたよ装備もほぼない装備がやばい。それだけの心の強さがあればきっと大丈夫だろう。10分以上戦った。これ録画止まってないよな。止まってない、オッケーこの世界に、そして君たちの旅路に幸あらんことを。めっちゃ強かったわ、アーサー王。今までで一番強かったわ体力多すぎだろ。お、これでやっと戻れるのかな。最果ての神殿。お、最果ての神殿に来たのか。ふう、無事戻ってきたの。お前どこいたんだ。お前いなかったせいで回復めんどくさかったぞ。なんじゃ、わらわの知らぬ間に何かあったかな。うわ、こいつ何も知らなかったんかよ。まあよい、まずはエクスカリバーを探すのじゃ。目標、エクスカリバーを拾う。エクスカリ、あったー。めちゃくちゃわかりやすいところに落ちてる。はい。お、風魔剣エクスカリバー。よし、そのエクスカリバーをそのまま持っておれ。風魔石を。封印された少女を解き放つのじゃ。お、チャリンチャリンチャリン、ピリリンアスタルテ戻ってきた。これで、旅人さん、あ、これであれか、俺たちが旅してそれで封印した後、また戻ってきたってことか。そう、私は生きているのね。おー、なんか急に、あ、これで終わりかな。アスタルテ2、彼女と騎士の物語。わー、エンディングや。これで終わりか。そうか、そういうことだったのか。なるほどね、そういうことだったのかって言って、何が何だかよくわかんないかもしれないけど、旅人さんありがとう。オートキャメロン、アスタルテ2スタッフ&キャスト。おー、すげー、エンディングだ。もう話はないのかな。まあ最後はあれですよね、確か風魔剣なんだっけ、風魔剣エクスカリバーを過去からずっと持ってたことによって、僕がアスタルテ1で封印した、アスタルテは風魔石によって封印されていたってことですよねって、シャラじゃねえわミカが最初の方言ってた気がするけど、そういうことで合ってるよね。なるほど。おー、森の遺跡だ。
いやー、長かったな。テクスチャ作成、フィクション、7が多いんだよ。7さん、ありがとうございます。おー、音声、ミカ、アスタルテ。音声誰がやってんだろう。音声素材屋、マテリューボックス、なんとか、柳あすみ様。すごいな。お、魔女の館だ。いやー、でも、パート27か、7か8ぐらいまで多分今やってると思うんですけど、すごいよね。ボリュームが多かったですね、やっぱり。あれ物語あったんかい。アスタルテ、アスタルテ、アスタルテ。よかった。また生きて会うことができて。本当によかった。旅人さん、ミカ、みんな、本当に、バカなんだから。封印を解かれた私がまた世界を壊そうとしたら、一体どうするつもりだったのよ。旅人さん、私、どうかしてたの。私の復讐は間違っているって、わかっていた。でも私はそれを押し殺すことができなかった。あなたに私の復讐を止めてもらった。私はそれだけで十分だったのに。命まで助けてくれるだなんて、旅人さん、あなた、一体どれだけお人よしなのよ。ピクト、わらわはそなたと会えて本当によかった。そなたがいなければわらわはきっとアスタルテを助けられなかった。最初は頼りないと不安に思っておったが、なかなか頼りになる騎士様じゃったぞ。改めてそなたに言っておかねばならぬことがあるの。私も一言あなたに言わなきゃいけないことがあるわ。ありがとうピクト。わあ、なんか二人揃って二人揃って言ってくれる感じがすごいいいわ。オッケー。ちゃっかりサムネイル用の一瞬を撮る実況者の鏡。すげえ。いやでもこれ作るのに何年かかったっつったっけな。なんか1年ぐらいかかったんだよね。すごいよね。1年かかってもこんなん作れる気がしないわ。コマンドブロックとかも未だに理解してないしね、僕。コールランド。わぁ、竜の塔だ。ここはめっちゃ苦労したわ。エンダードラゴン強すぎだろ、あそこ。どう考えても勝てねえだろって思いながら合流してました。そしてここが、なんだっけ。創生の塔か。創生の塔最近やったばっかで、なんか燃えてるし。なんか燃えてるし。アンドユー。お、これで、本当に終わりかな。まだ、もう、多分ないでしょう。アンドユー。おー、終わったかな。こっから、ちょっと能力見たくね。あ、なんか来た。今この風魔石にはアスタルテが自分の力で分離したアスタルテの巨大な魔力の全てが封印されておる。さて、この石をどうしようかの。海でも投げ捨ててしまおうか。いや、そんなことより左上の村人めっちゃ気になるんだけど、なんであいつ浮いてるの。いいえ、ミカ、この石は私たちが守っていきましょう。じゃ、能力見して。ノックバック1、耐久力10。あ、強い。いや、強くなったのか。ちょっとしょぼくなったよね、なんか。攻撃力7だったし。たとえこの石が海に投げ捨てられても人の世は変わらない。愚かな間違いも悲しい出来事も人はいつかきっと忘れ、そしてまた同じ間違いを繰り返す。私やアーサーたちがそうだったかのように。でも人は学び、知識を蓄えることができる。間違いの記憶がある限り、人はそれを糧とし、たくさん発展し、世界は進んでいく。これは、この石は人の犯した間違いへの戒めとして、そしてこの力を使ってたくさんの人々を不幸にした私自身の答えとして次の世代の人たちに伝えていきましょう。いつか私たちが死んでしまってこの石が他の人の手に渡った時、人はまた間違えてしまうかもしれない。だから伝えていきましょう。人が何度間違えてもその歴史を刻み積み重ねていけるように。そうじゃ、いいこと思いついた。お、何、どういうこと。みんなで旅をしよう。あ、また旅をすんのか。旅を、今までの出来事を物語に、歌にして世界を回ろう。なかなかすごい考えだな。歌にして世界を回るってすごいな。わらわたちの旅はまだまだ終わらぬのじゃ。お、なんか漫画の終わりっぽい。わらわたちの旅はまだまだ終わらないって。漫画の最終回みたい。これで終わりかな。お、アスタルテ、フィン。おー、終わったー。終わりましたね。いやー、面白かったな、本当に。アストリティス。まったく、お寝坊さんがいると大変ね。早く起きてちょうだい。ちょっと待って、まだあったの。僕、完全に終わる予定だったんだけど、あれ？ほれほれ、早く起きるぞよ。次の街に出発じゃ。お、旅の途中か。次の街というか、まだキャメロンってこと？え？何？何何何？え？まだ続きがあるってこと？どういうことだい、これは。あ、なんだこの街は。こんなんあったっけ。宝箱ある。お、クレジット。クレジットがありますね。クレジット。はい。
サバイバル、あ、なんかいっぱいある。サンキューフォープレイング。エンディングの、エンディング後の村。あ、そんなんがあるんだ。なんかいっぱい書いてある。いっぱい書いてあるわ。すごいね。キャメ、あ、これで変えられるってこと。あ、なるほど、なるほど。これでいろいろエンディング後の村。あ、ここか。なるほど。じゃあもうこれで終わりということですね。なるほど。わー。じゃあここで終わりにしましょうか。だいぶ録画時間も長くて、録画いつ止まるか不安なんですけど。というわけでご視聴いただき、長い間ね。何ヶ月だろう。4ヶ月ぐらい、4、5ヶ月ぐらいやってたけど。アスタルテネ2、なかなか面白かったです。というわけで、作ってくれた制作者様、そして見てくれた皆さん、ありがとうございました。それでは、アスタルテ2の実況終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。じゃねばい。じゃねばい、じゃねばい。